はい、ここまで戻ってこられました。いいね。こういうの嬉しいかも。じゃあ、今度は、ここでセーブで、ちょっと待って。一旦回復しよう。体力結構減ったから。じゃあ、ちょっと一旦戻、ちょっと待って。ちょっと一旦脱出して、それでもう一回戻ってきます。ちょっと待って、とりあえず歩き広しもう一回行ってみよう。あ、歩き広しじゃね、歩き屋。あ、そうだ、下取りやっときますか、後で。うん、特にないね。ちょっとサラープル村でちょっと下取りやりますね。なんかさ、いろいろ増えたんだもん。まあ、サラープル村の商人で下取りをやってちょっとセリフを聞いてみるって思ったけど、よく考えたらいらねえか。何がいいのかな。ちょっと試しにやってみよう。いらないのが結構溜まってるので、まずはハイボール2つを売る感じにしておきます。不要なものはじゃんじゃん持ってきてください。復興粉をびっくりの半額で買い取りますよ。ただし、状態上効果を持つ武器や状態上防止効果を持つ武具装身具なんかは思わぬ場所で役に立つことなので持っておいた方がいいかもしれません。特に、不足点なんかは使う相手によって反則みたいに強いですからね。あ、強いですから。確かに。誰に使ったんだ？チェザリーに使ったんだよね。なんで、チェザリーに使って結構、すごい効果発揮したんですよね。ラピッドスポーナー取得しちゃうぐらいですから。とりあえず、いらないものの、ただのピンポン玉？ゲットなぜはできない。はい、はい。とりあえずいらないものを整理して売りましょうか。ちょっとあと、腕男ってどこにあったっけ？プテシフォン山岳遺跡見たっけ？こいつ。下売り、ああったね。じゃあ、残り売っちゃいましょう。何売るんだっけ。ホワイトピアスのアジア占領だから1個売っといて、設備の経典1個売って、銀の差し売って、誰かの指輪2つ売って、これももう全部、5イーフもするんだ。ようやく整理できたね。ちょっと待って。確か、槍があったんだけど。どうかレベルにも売っちゃいますか。山の中腹のところに赤ちゃんいますよね。私はね、あの子の背後の隙間が気になって気になって仕方がないんですよ。山の中腹のところに赤ちゃんって、これどっちのこと指してるの？でも、行こうとしたんで、貴様ごときメタボリックシンドローマンが小戦の最後を取るなら50光年早いわって申し上げましたよ。オルレアンだね。しかも50光年ってね、距離じゃん。光年は速さじゃなくて距離ですよって言いたかったんですけど言えませんでしたよ。でも別にいいですよ。どうせやりパンシュー人生ですか。お前どんだけ、お前どんだけ。じゃあそうです。バーノフジに戻りましょう。本題に入ります。はい、バーノフジョンも繋がってるダンジョンなんで内部に行けるようになります。そうだ、オルレアに話せて脱出できなかったんだっけ？まあいいや。とりあえず脱出、知らん間に脱出はしてたから。もうここら辺は見たからスプーで、
次は、ちょっと待って、怖いんだっての。よし、まあお金はそこそこに取り返した感じですけど、じゃあ一旦セーブして、じゃあそうですね、ちょっと時間でもうちょっとこっち見ていきましょう。まあ明るいから見やすいんですよね。敵は多いけどね。お、何気なく潰した。なんでこんなに多いの。うわ、ちょ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 、多いのはこっちから行くんだね。とりあえず赤は動かない敵っぽい。ああ、やっちゃった。いい、とりあえず逃げます。立ち向かってこいよ。もういいよ。はい、申しないとも申しないとも、それでもなお逃亡し続け、あなたの意志の強さに敬意を表します。はい、ブルーローズ ×1。 ブルーローズ、この世に存在しないものを装備して、この世とは思えないスピードで戦いを制してください。あのですね、こういう感じの系統って、まあ一回レッドカーペットって手に入れたんですけれども、あ、レッドカーペットとイエロードックか、戦闘を一定回数クリアするか、一定回数逃げるか、もしくはオルデアンで一定回数、まあ15回って言ってましたけど、まあ15回回復するってやれば、一応こういう感じで特殊なアイテムって手に入るんですね。アイテムじゃない、装備ね。なんだっけ、ブルーローズ。目マイナス145、スピーディープラス55、リスク上昇。いらない。何しか使いようがない。ここら辺もないっぽい。じゃあ、ちょっとここね。本当になんかもう、密集してるからすごいね。どっちから行こう。まずこっちから行きましょう。高箱あった。1個目。アクロバットスピン。遠剣だね。先行、あ、その遠剣だからか。で、ATK が175でデフマイナス10。ちょっと待って。スワローレベル4ってどうなってんだっけ？あ、こっちの方が強いんだけど。これはちょっと衝撃。ちょっとここら辺もぐるぐる見てって、なんか目星物を探しましょう。危ねえな。まあ戦闘も、レベル10になっちゃったのに、もうスルーするほかないんですけどね。スルーするっていうか、もうスルーしても、っていうか、スルーするメリットが逆に大きくなっちゃったんで。え？まあいいや、まずここから消化。まあこれはやむないね。お、倒せた。うわー、一撃死効果とか恐ろしいよ。あ、しかも何も考えずに即死を狙ってた。結構強い。いや、エンドモノサウルス即死狙い。そう、死狙わなさそうな気がしてきた。うん、かけるしかないんですよね。うわあ。ね。やだなこれ。いやー、これは恐ろしい。死ぬ気が悔しいって。うわ、うっそ。